お待たせしました。ぷよぷよ2 RTA ぷよぷよ2スーパーファミコンの作品。今回やるのは一人でぷよぷよノーマルモード。無理です、すいません。ぷよぷよ e スポーツで練習しよう。この後すぐにぷよぷよ2に戻ってくる。なんでもこの男 RTA 奏者でありながらも、あさってぷよぷよの大会があるらしいですね。一応右側に全盛期を取り戻すというタイトルにして、これいきなりぷよ2でいいんじゃない。ぷよぷよ2がね、あさっての大会のモードなんだね。ぷよぷよ2で行くからな。もうぷよぷよ中には音の調整はできませんからね、困った音だ。いやでももう少しくできている気がする。で、わりかし少しくできてる気がする。僕できてる気がするもん。だいぶ来てる気がする。あ、悪くないな。坂本は気づいてしまった。今日なかなか自分のぷよ筋がすでに発展した状況で来てしまっていると。負けた。4 5 6 7 8 9 10 アセンション。え、これ何、コンピューターだよな相手。全消しからスタート。え、これが普通レベル、まさかよ。今のはね、あまりにも上手すぎた敵がね。まあ、こういう感じでちょっと打ってくわ僕も。まあ無駄ぷよは多い。しかしなんとか辛くもこうだろこうだろこうだろ。一回折り返し入ったぞ、折り返し入った。で、青で折り返し完了して終わった。逆からやっちゃった。何やってんだ。うわー、バカ野郎。今折り返し完成したんだよ。今見てたよな、ここやったら折り返したんだよ。で、もう10連鎖確定だったんだよ。これ何連鎖、まあいいや、後でメモろう。もう少し落ち着いてやれ。そうっすね、それは全てのゲームに言えるけどね。僕がやる、参りますのよ。OK ゴー。ダメだ、大連鎖のロマンを捨てきれん。そんなのいらないの。大体2連鎖とかでぶっ殺せるんだから。このゲーム昔もそうだった、大連鎖の夢を追ってしまったがゆえに、それ限界があるんだよな。でもね、追っかけちゃうんだよな。なんででしょう、なんでこんなことしちゃうんだろうね。僕、人って愚かだな。これなんでこれやっちゃうんだろうね。でもまあ8連ぐらい行くんじゃないの。おっしゃ、いっとけ2 3、パヨエンまで行け。で、ラッキーでもう一回入るよ。ラッキーで入るよ。25年この手でやってきました。25年間。僕弱いかもしんない。せーの、3回目の正直な。スケルトンが来ました。お茶、ほうじ茶、梅昆布茶、まんじ茶、玉露。ただ残念ながら連鎖ボイスはぷよぷよ3からスタートしている。今回は聞けないのが若干残念ではある。皆さんにたっぷり聞かせたいところではあるが、紫はダメだな。青、勇者の青、来たれり。青が来たり、黄色よ来い、黄色よ来い。伸ばすぞみんな。青来い。また来い。青来い。よっしゃ、
うわー紫、いやー、あり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 だな。こんな頑張って3年さ。泣きそう。負けてるし、ちょっと待って、これ恥ずかしい、視聴者僕恥ずかしいよ。今までの練習じゃあ何だったのってなるじゃん。結局始まったらガチャ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 やってさ、いや間違えた、バカじゃないの、これ恥ずかしい、恥を知れよ、真剣にやれマジで。ガリティアなんだろ、端くれさえも直ってほしくないよな。ダールティエなんだろ、ダールティエなんだろ、そうこれ じゅんぐり言ってば、何が欲しい、赤が欲しい、赤来るぞ、赤来た赤来た赤来た、赤打て赤打て赤打て、頭いい風にやりたい、下手くその典型だな。僕を一文で的確に表現するの今すぐやめろ、めちゃくちゃ聞くからやめろそれ、なんか一文で人間の本質をそのまま表すのやめろ、浅すぎる人間性を露呈するのやめろ、あまりにも聞いてしまった、ぷよぷよちょっと余裕なくなっちゃうかもな、なんだろうこの堪忍袋の王がすぐ切れてしまう、くだらないとこ落としたね。でも、あ、待って、ちょっと待って、黄色でスタートじゃん、じゃあいいんだ、いいんだわ、じゃあ行こうか、反撃開始ってことで、プレインダムの10ゲーム、うわバイオエインかね、たっぷりスコア稼いだ。サタン行くぞみんな、ゲゲサタン、塔の最上階にいれば必ずお前が来ると思っていたぜ。なんで、なんとかと煙は高いところに登るもんだからな。ちょっとしてどういう意味を、ごたくはいいからかかってきなさい。よかろう、私が勝利したならば二人で星空のハネムーンだ。生かすわサタン、サタン生かす、アルルも落ちるわ、あや、早すぎるこいつ、起点は我が起点どこにあれり、返して返して、我が起点赤にあれりか、赤にあれりか、いやー間違った、どう、じゃ赤にあれりだ、ギャー返そう、止まってちょっと、僕はちょ一回返して、一回返して、え、赤、緑、ダブ、紫、黄色、赤、黄色、赤、二連鎖、青、緑、ピンドリゾブカッパメイク、赤、緑、二連鎖、緑、赤、違う、二連鎖、赤、緑、黄色、一連鎖、バレット、ゾンザラッカー、見事だ、クホホホ。
何一つ練習の回なかったわ。ただぐちゃぐちゃやってるわけだ。マジしょうもないな、長いなったな。しかもさ、聞いて、変な癖ついた、明らかに。明らかにカエル済みの癖がバッチリついちゃって、わあ、あさっての大会うおーしか言わないと思う。くはははうんな対人力弱くなってくんじゃないのか。 RTA の技術と対人戦の技術って全く違うものでさ、どっちか極めたらどっちか弱くなんじゃない。怪しい。どんどん下手になってる気すらする。多分今日さ、初めて練習してる時の僕に勝てないわ。どんどんバカになってってるし、どんどん下手くそになってるけど。起点は紫。やった。もう15分過ぎてるわ。返す言葉もございません。廊下ハーティーやめてください。なんでそんな僕だけ廊下が早く、悲しすぎる。まだまだ第一世だと思っている。世間の40代を見ろ、まだ全然みんな働き盛りでバリバリやってるはずだ。僕だけ廊下 RTA だとか言って頭は、そんなのは悲しすぎる。え、視聴者僕悲しいわそれ。はい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 、そう、次重要。赤の次の黄色の待って、これ確実に繋がってるね。で、こっからよ。坂本さん、いや、11連鎖、みんなで数えよう、みんなで数えよう、せーの、いくよ、みんないくよ、みんなこれ絶対、これ絶対いったって、めっちゃいった、すごい、赤くれば勝つっつってるだろ。よっしゃ、みんなやったぞ、見ててくれ、これみんな見てて